戦像の図。11世紀スペインアブルアッパースは、フランク王国カロリング朝の西ローマ皇帝、カール大帝が、時のアッパース朝のカリフ、ハールーンアイコールラシードより贈られたとされる像の名。この像の呼び名を含め、その像よの行き札については、同時代に編纂されたと思われる、フランク王国年代記に詳しい。また、アインハルトのカール大帝殿にも、像の贈り物について、 事実を違えて略述されている。また、ノトケルバルブルス、カール大帝行伝にも記述があるが、これはより後年に編纂された作品である。ただ、アッパース・ア側の記録には、そうした一連の事実は伝わっていない。ハールンアイコール・ラシードから進定された、生きた像の運搬は、カール大帝の汚命を帯びて、バグダードに行き、フランク王国に帰還する施設、ユダヤ人。 イザークの手に委ねられた。フランク王国年代記によれば、カール大帝は、時を遡ること4年に、バグダードに座するハールーンア、イコールラシードへイザークを、含む3人の使節団を派遣していたが、801年になって、彼ら3人の消息を、イスラーム教権側の使者のつてより知ることとなった。法によれば、イザークは像を託されて人についたものの、 残るラントフリートとジギムントは死んだという。知らせをもたらした死者の一人はハールーンが差し使わしたものだったが、もう一人はアフリカの総督イブラアヒームイブンアルアグラブからの死者であった。これを聞くやカール大帝は、エルカンバルトという名の初期官、ノタリウスをリグーリア州に派遣して、その像などの荷を搭載するための戦団を手配させた。死者曰く、この時イザークは、 アフリカを経由したが、研究家によって、その精密な航路の再現が試みられており、エジプト沿岸に沿って、イフリーキアを経由し、その王とカイルーアンに座する前述の、イブラアヒーム総督からの援助をあるいは受けながら、同国の港カルタ号を出港し、地中海を渡り、イタリアへたどり着いたとの仮説が立てられている。ともあれ、フランク王国年代記によれば、ユダヤ人イザークは像を伴い、 アフリカより帰還し、ポルトベーネレに801年10月、帰港した。しかし、冬が迫るためベルチェッリに泊まり、翌年までアルプス越えを延期した。そしてようやく802年7月20日に、カール大帝の王宮のあるアーヘンに到着した。810年、カール大帝は、フリースラントを犯したデンマーク王ゴズフレズの艦隊を迎撃しようと遠征に出た。 ライン川を溶かした後、リッペハムという場所で、3日間の間残りの軍の結集を待っていたが、その間に、サラ先人ンンのオアーロンから送られた像が急死したとしている。アーロンとは、ハールーンのラテン読みである。像は王都に残されて死を迎えたのではなく、カール大帝の遠征に伴われて、リッペハムで死んだものと一般に解釈されている。書籍によっては、 よりうがった見方をして、戦像として利用するつもりであったと解説している。像が死んだとされる、リッペハムがあった、実在の場所の確たる特定はできまいが、リッペ側の加工、言い換えれば、現今のノルトベストファーレン州、ベセルシあたりとするのが通説である。この説については、すでに1746年に、JH ナニング他が出版した書簡において、リッペハムは、 メセル氏だと指摘されており、そこから出土した巨大な骨が、その博物館の所蔵品であり、あるいはアブルアッバースの遺骨の一部ではないかと、推察された。その5750年初頭に、ガルトロップ貴族領、ヘルシャフト、内では、リッペ川での漁獲で巨大な骨が見つかり、これについても、当時アブルアッバースの遺骨との憶測がなされている。アブルアッバースの死に場所の遺設として、 リチャード・ホッジズなどは、リューネブルガー・ハイデに所在するとするが、そこは、常実のベセルがある、ラインラント地方どころか、ライン側からは、ほど遠い土地である。近年の著書のいくつかには、常実のフランク王国年代記などの資料に裏付されない、内容や、詳細も書かれている。例えば、アブル・アッバースがやってきた時、それを目の当たりにした民衆を驚かせながら、ドイツ・フランスの町々に、 見せ物として更新した、具体的に、シュパイエル、シュトラスブルク、ベルダン、アウクスブルク、パデルボルンなどを通り、皇帝の意向を誇示した、ゾウはやがて、アウクスブルク氏に飼育小屋を与えられた、などとする書書籍がある。また、ゾウが死んだ時40歳を超えていた、だとか、カール大帝の遠征に連れて行かれた時には、リウマチの寄与症があった、などとも書かれている。こうした書籍によれば、 霊量で雨勝ちな天候のさなか、アブルアッバースは肺炎を発症したのだという。その世話係たちは、ようやく像をミュンスターまでたどり着かせることができたが、そこで、像は、倒れて生きていた、などとしている。近所の中には、アブルアッバースがアルビノもしくは白像と断ずるものがある。早い例では、アメリカのウィリス・メイソン・ウエストの著作に、白い像だとの記述がある。 さらに1971年、ニュージーランドの歴史学者、ピーター・マンツが表した大衆向けの本に、やはり、白い像だったとの記述があるが、ある書評者はこれを誤尾としており、自分の知る限り白像であるという証拠はないとしている。また、白像への言及は、2003年にアーヘン市で開催された展示会に付帯する出版物、エクス・オリエンテ、 イサークウンとでアワイズエレファントの題名にもあるが、そこに収録されたグラ・ポハル教著の機構では、カール大帝への有名な贈り物の一つに像があった、と疑問符を加えている。近所の中には、アブルアッパースがインド像だと断じている書がある一方で、アフリカ像の可能性も十分にあり、どちらかは反じかねると説く文献もある。ありがとうございます。